オオトカゲカは、爬虫交友ウロコメに含まれるとが、インドのベンガルオオトカゲアフリカ大陸、ユーラシア大陸南部、インドネシア、オーストラリア、スリランカ、ソロモン諸島、パプアニューギニア、フィリピン砂漠のような乾燥帯から、熱帯雨林にまで様々な環境に生息する。地上性の種もいれば、木に登ることを好む種もいる。中高性、最長種は花太オオトカゲ。 最大種は、花太おトカゲと全長が同じ場合は、体重がより重いとされる小ドおトカゲで、最大全長3 1 3トル、体重1 6 6ラム。最小種はブ、V ブロビコダで、最大でも全長2 0トルほど。頭部は細長く、分担が尖る種が多い。目は大型で、瞳孔はほぼ円形。舌は、 途中から二股に分かれる。死は頑丈で、指跡は5本。本家は、オートカゲ属ベロニスのみで構成されるが、いくつかのア族に分かれるとされる。2016年に、鱗の形状、微細構造から、V スピノーロシスのみでア族を構成する説、マングローブオートカゲア族から、ハプチャーソリスア族を分割する説が提唱された。以下の分類は、バックリッチエトールに従う。 哺乳類のような横隔膜こそ存在しないが、代わりに喉のポンプによって呼吸を助ける機能が花太をトカゲ置いて確認されている。多くのトカゲは走行中に崩れる姿勢によって片側の肺が潰されてしまい、走行と呼吸の両立が不可能となっているが、この蒸気のポンプの存在によって肺の圧迫を阻止できる。これは哺乳類の横隔膜に近くおかげで彼らは、 長時間の激しい運動が可能である。またオトカゲカ自体にワニや恐竜に見られる肺内部の一方通行性の気流が確認されており、こちらは恐竜の機能に近い働きをする。派生的な脊椎動物のこうした先進的な呼吸器を獲得は約2億5000万年の大量絶滅に起因する可能性があり、その証拠としてワニ類と鳥類、哺乳類、 トカゲ類と多くがペルム期末に出揃っていた。ノロウオオトカゲは数を6つまで計測できることが報告されている。ナイルオオトカゲでは数匹が協力して守りの固いワニの巣から卵を略奪することが報告されてもいる。ワシントン DC の動物園の飼育員による報告ではオオトカゲにはそれぞれ個体差が見られるという。 また、度重なる訓練によってしつけられたオオトカゲも確認されている。一般的な認知こそされていないものの、オオトカゲ化を含むトカゲ類全体は、高い知能の持ち主であることが研究により示されており、一説には蝶類に匹敵するとされている。実際、トカゲ類の中には、蝶類の鳴き声を理解し、自身の警戒に役立てる種も存在する。 コモドドラゴンに代表されるように、オートカゲ科の中には下顎に毒栓を仕込んだ種類が何種類も存在している。程度の差はあれど、すべてが同様の効果を示し、それらは数時間にわたって犠牲者を苦しめる。なおコモドドラゴンの有毒性については疑問視された時期も存在したが、今では、生来の毒とする見解が固まっている。 ただしオオトカゲ科の髪傷から毒とは無関係に細菌が侵入してしまう事例もあり、中には女性が犠牲となったケースもある。サイズの差によって狙う獲物は様々だが、もっぱら食生は主に肉食で、昆虫、甲殻類、陸生の巻貝、両生類、爬虫類、哺乳類など口に入る生物なら分け隔てなく、大半を食べる。餌は概ね体格によって決まり、 小さければより小さい餌を、大きければより大きな餌を食べる。フィリピンオートカゲア族は、果実も食べる。以下は、生息環境で分けた大雑把なまとめ。代表的なコモドドラゴンは、コモド島周辺の頂点捕食者として、主に中型、大型哺乳類を餌食とする。こうした獲物の中には時として同族すら含まれており、生息地の過密さと、 相まって熾烈な競争を引き起こしている。それに対抗するため彼らには光に個室の鎧が存在する。他のペレンティオオトカゲや花太オオトカゲでも植生は似通っており、前者はトカゲに、鳥類からウォンバットや小型カンガルーなどの有体類、果ては自分より小さなオオトカゲを捕食する。後者も月誌類やコウモリを鋭い歯で仕留めるだけでなく、 メコスクス類が滅んだ今では一体の頂点捕食者として周囲の生物すべてを獲物としている。水オオトカゲといった半水性のオオトカゲ化は蒸気の種よりも積極的に水域の獲物を狙う。漁港のゴミ捨て場や硬い貝類、護衛の硬いワニや鳥類の子供など水域で手に入るのものなら何でも探し当てて食べようとする。その中には水域で発生。 もしくは水域に集積しやすい死肉も含まれる。しかし大型で遊泳脱射なオートカゲカでさえ、水域では油断すると逆に自らがワニ類の餌食となる。すべてのオートカゲカは、蛇のように狩りをするだけではなく、往々にして死肉を漁ることもある。例えば、コモドドラゴンでは、食物の多くを死肉から得ているとする報告もある。ただし生態系の得意さゆえに、 肝心の死肉を生み出しているのは別のコモドドラゴンでもある。大型の猫かや中大型爬虫類を除けば、生体のオとトカゲかに天敵はほとんど存在しない。それでも天敵に襲われた場合には、筋肉質な足と発達した呼吸器に物を言わせて、ダッドのごとく逃げ出すが、それでも振り切れない場合には、全身の武器を振りかざして敵を迎え撃つ。 尻尾による攻撃は時として早爪と同様に獲物やライバルへも向けられる。攻撃を受けた際にも全身を覆う粒の細かい鱗や皮下に隠された骨質の鎧で致命傷を防ぐことができる。反水性の種では外敵と遭遇した途端に水中へ飛び込む種類も存在する。これはグリーンイグアナと同じ自衛術である。 若い個体は大人による共食いを避けるため、危険な地上へは降りずに、木の枝で狩りや睡眠など、長時間を過ごす。変わった自衛手段としては、コモドドラゴンの幼体が、糞便の中に潜り込んで、大人の襲撃を生き延びるという報告がされたこともある。基本的に乱生で、個数は約730個と種によって、触れ幅が多い。多くは地面に穴を掘るか、 物陰に隠すように卵を産み付ける。だが、コモドドラゴンでは60%の親が、塚作りの末卵を隠す様子が確認されており、ペレンティーオートカゲもシロアリの使い散乱する。このように多種を利用して、卵を守ろうとする種も少なくない。コモドオートカゲでは、タンたタめ生殖した例も報告されており、これには染色体の仕組みが関係している。 コモドオオトカゲは人間を襲って食べた例がある。皮が皮製品に利用されることもある。開発による生息地の破壊や比較目的の乱獲などにより生息数が減少している種もいる。ワシントン条約発行時の1975年からオオトカゲ属単位でワシントン条約付属書通に掲載されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。 以前は、地方自治体によっては種に関わらず飼育に許可が必要な地方自治体もあった。2009年現在は、動物愛護法の改正により、花ぶとうおトカゲと小菩おトカゲのみが特定動物に指定されており、飼育にあたり地方自治体の許可が必要になる。ありがとうございます。